どうもトレインです。本日はマリオカード実験でいこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 200cc のチーズランドレイ、よいしょ。ちょっと 200cc のチーズランドレイちょっと難しいからな。まあ一旦は止まってね、まあ 150cc のごとく打開をね狙っていこうかなと思います。よろしくお願いします。さあちょっと長めに止まって、よいしょ、アイテム交換ぶちかましていきます。さあ木野さんスター引いたけど、まあいや、これが強いのかどうかだよな。うん、これが強いのかどうか。もう俺何回かやってはいるけども、結局答えが出てない。結局これが正解なのかどうか分かんないけども、まあ一旦ね己を信じてね、戦っていこうと思います。よろしくお願いいたします。落ちたけど、まあいい、落ちたけど全然いい。あ、でもこれ逆に落ちたらもうアイテムガンガン回しながら、よいしょ、スター入れて上がっていこうかな。よいしょ、あ強いね。これいいわ、これいいわ。これもう全然いつサンダー降っても困らなそうだけど、ちょっと何こう操作がむずい。なあ、それ当たんの？落ち着いて。だからもうなんでそんな俺になんかこう当たりに来るかのごとく飛んでくるやんけ。いや、そこしかも飛んのかよ。一旦ブレーキ踏んで、強めにブレーキ踏んで、よいしょ、一旦ブレーキ強めに踏んで、ちょっともういつサンダー降ってもおかしくないから。はい、来たー。そういうことだけどちょっと弱いな。ちょ、弱いな。アイテムが弱いんだよな。回避した旨味が全然ない。回避した旨味がまるでないんですけども、これ止まるか。もうちょっと止まっちゃおうか。よいしょ、さあ止まっちゃって、木野さんいいよ。オッケー、強い。さあちょっとここもう周りめちゃめちゃ荒れてるけども、もう荒れてる、荒れ狂いすぎててちょっとやばいんだけど、落ち着いて、一旦落ち着いて、ちょっと俺の橋落ち着いてくれ、頼む。よし、なんとかごまかしてさ、7には上がってるけども、ちょっとなんだこれ、絶妙すぎる、動きが絶妙すぎる。さあいいよ、木野さん引いてさ、なんとかごまかしのさい。もうちょっと暴れすぎてるわ。暴れすぎてて、ちょっと3取った感覚がまるでないんだけども、まあ一旦よしとしましょう。本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。第2レース行きましょう。さあ第2レースはドラゴンロードと、まあちょっとね、さっきはだいぶね、よいしょ、あれ狂ったけども、まあここからね、まあ 150cc に戻ったので、しっかりね勝っていこうかなと思います。よろしくお願いします。さあまずはここ押し勝てるかな。ちょっと押し勝てなかったけど、ちょっとごまかしで走る。これちょっと無理やりについて、よしここは無理やり耐える。よし、気合でなんとかこれ1位出たっしょ。オッケー。さあただ後ろが近いけども、まあ、コインは取れそうな雰囲気あるので、しっかりねコイン集めてまいります。よいしょ、コイン集めることでマシンスピードで、はぁ、ねえ、ふざけんなよ、何その赤くほらね、お前ふざけてるだろ、しっかりバナナつけてたのに、なんでそんな下から当たんの。頼むってマジで、びっくりした本当。いやー、まあまあいいわ、落ち着いてね。あー、まあ、おー、いいな、そのサンダー回避されてるのいいけど、まあ一旦ちょっとサンダーも打たれたし、お金も集めつつね、よいしょ、さあしっかり止まって、アイテム交換していきます。さあ悪くないよ、おー、やり合ってんね。さあこれはまあニスクいきますか。よいしょ、さあしっかり、おぶろおぶろ押されたけど、しっかりキノコリカバリーして、オッケー、悪くないよ。さあだいぶガン詰まりだね、前が怖いね、こうなると怖いんだよな。さあよいしょ、赤コーラ2位が持ってるから、まあまあ前投げてくれるっしょ。さあ前投げてくれて、よいしょ、さあもっこ赤コーラ持ってるね、投げてる。まあこれは僕はまあ行かしてもらって、もう落ちキノコもしっかり集めて、よしさあいい感じに1位出たよ。さああとはどうしようかな。まあこのキノコ赤コーラ飛んできたら、まあしっかり裏のね赤コーラで防いでいこうかなと思います。よいしょ、さあしっかりダブル潰して、まあ赤コーラ投げられ、この距離感で投げられたらちょっと怖いけどね。まあでもふっ、投げられてるね、これは投げられてるからしっかり防いでいきまして、さあ悪くないよ、まあ、なんやかんやしっかり耐えてるからね。まああと赤コーラをベラって投げられるかどうかのゲーミングになってくる気はするんですけど、さあジャンプ出して、さあもう、いやー、前はトゲゾウ飛んできてる、まずい、これ間に合わない。あ、でもこのトゲゾウどう、サンダーハッピーセットになってるね、これ。え、ちょっと待って、これサンダー回避の民がいっぱい上がってくるのよ。サンダー回避の民が上がってきて、また3位、また3位。いや、これはね、手応えある3位なんだけど、おお、これもまた3位か。さあ、第3レース目は、クッパキャッスル。まあ、流れ自体はね、全然悪くないかなと思うので、まあ、1位が出るまでね、しっかりね、走り散らかしていこうかなと思います。よいしょ。さあ、ゴリッと前出ていきまして、まあ、ケツつけて、まあ、後ろの人にね警戒させていきますか。さあジャンプアクション出して、まあバナナ持ってるんでね、まあ早速イン側をついて、ゴリゴリね前に逃げていこうかなと思います。さあ後ろ見て、
どうだろうな、まあ赤甲羅持ってる人もいるけど、まあ一旦ねコインも集めておきたいので、これはまあダブル交換していきますか。よいしょ、ダブル、あでもできなそうだから一旦これでいいや。ちょっと待って、ちょっと馬ぶってウルトラミニタを貯めながらやったけど速くなってんのか分かんない。まあそれでもいい、それでもいい、しっかりね1位を守れてるっていうことが大事なんでね。よいしょ、さあ後ろ見るけどもバナナだね、一旦置いといたろ、一旦バナナ置いといたって、まあ表コインにしておいて一応ねテレサケアも兼ねておきます。さあ後ろクラクション持ってんね、まあちょっとここで鉄球当たらないように、ここ鉄球当たらないの大事なんで、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、意外と難しいからね、意外と今でも当たっちゃうからね。来てークラクション来てー、よしよしよし、来て来て来てーちゃん来たよ、オッケーオッケーオッケー。まああとはねこのまま、まあ赤コーラがね飛んでくるまでずっとねこのバナナを保持して、耐えていこうかなと思います。よいしょ、さあしっかり7、よいしょよいしょ、しっかり降りて、オッケーオッケーオッケー、もうこれでいい、これでいい、危ない危ない危ない、しっかりバナナも避けて、さあいい感じに2位との距離もまあマップ見てる感じ空いてるので、まあ結構安心はできそうかな。あーまたサンダー降った。いやしかも結構注意でいい感じのところでみんな回避しちゃってんのよね。おいいよ、ただ俺の運も負けてない、ここで緑コーラを引くっていう運がいい。さああとはまあ赤コーラ投げられてもまあ1個ぐらいはね防げるので、まああとは溶けそうが怖いぐらいかな。この鉄球怖いけど、これはよいしょ、しっかりイン側にね、飛んでくること、いやイン側に開くことを予測してしっかりねイン側で走り抜けて、さあここちょっとダッシュボード、ダッシュボード、よし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 、さあ行かせてみきたけど、まあそんなに問題じゃない。いやこれアイテム交換するべきかな、いや交換しよう、一旦交換しておこう、一旦交換しておいて、ここでねちょっと止めるのを遅くしておいてテレサのねケアを兼ねしていきます。2位が光ってる、頼む間に合え、俺が勝つ、俺が勝つ、頼む、危ない危ない、しっかり防いで、よしよしよし、頼む間に合ってくれ、間に合ってくれ、間に合ってくれ、いやーシーチュー立った、よしよし、ようやく1位取りました、オッケーもう心臓に悪いよ本当に、最後の最後で赤さんっていうのはもうでも俺が勝ったんだよね、オッケーさあ第4レース目はツルツルツイスター、まあこのね1位のね波に乗ってねしっかりね、あーちょっと言葉まとまんなかったけどまあいいわ、まあ要は波に乗っていきましょう。よいしょ、さあスターだわ、しっかり決めて、よいしょ、さあコインはまあすぐ使っちゃうか、すぐ使っちゃって、やばい押される、押されていく、ちょっと押されちゃったけども、まあ2位が赤コーラ持ってるからまあさすがに投げるんじゃないかな。よいしょ、さあブレーキ踏みつつ、よいしょ、しっかり落ちないようにね、落下しないように気をつけながら走っていきます。さあ1位がおそらくバナナ持ってるけども、まあここは一旦ね、ダブル潰していきまして、さあ速攻削っつける、速攻削っつけて、しっかりね、あー2位の人が赤コーラ持ってるな、どうしようかな、これはこれはちょっとキノコで、いやーもう当たっちゃったし、当たっちゃったしそこいないかなと思って突っ込んだけど、これちょっとやらかしたね。さあ一旦落ち着いて、まあどうしようかな、前行きたいから前ゴリゴリっと詰めていこうかな。よいしょ、さあ赤コーラ持ってるけどもどうします、どうします、あー危ない危ない危ない、しっかりファイヤーボールも避けて、避けれない、もうこれちょっと打開狙おう、これちょっと打開狙おう、さすがにさすがにこれは打開を狙う、ちょっと分かった、ちょっと危ない危ない危ない、一旦止まって、しっかり止まってアイテム取っていきます。キラーはちょっとすぐ使おう、サンダーないかな、サンダー誰か持ってくれてたら超絶助かるんですけども、持ってなさそうだね。さあキラーが飛んできてるからしっかりイン側に避けて、あーいやでもこれどうしようかな、悩むなさあトゲゾも飛んできてるからしっかりかわして、よいしょ、さあ7で、あーそこなのね、そこはちょっと読めないね、さすがに。さあただミニターボを出しつつしっかりね、よいしょ、アイテムもね取っていきます。さあいいよ、赤が木野さん引いたけど、前が赤コーラ持ってるからねちょっと前詰めづらいなっていうところではあるんですけども、ま、ちょっと押さないでもろて、押さないでもろて、よいしょ、さあこれもうちょっと詰めていきたいけどずっと前の人がねファイヤーボールで見合ってるんだよな。さあここで焼く、やばい焼けなかった、やばい喧嘩打っちゃった、ちょっともう呼んでいいから、もうちょっとごめん見逃してほしい、もう呼んでいい、僕はもう呼んでいいです、もう呼んでいいです、僕は呼んでいいです、頼む見逃して、あいよ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 、オーケー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 、まあちょっと初動でね死んじゃったからね、まあサンダー回避もできず苦しかったけども、まあなんとかね、まあ4には戻れた、まあそれはねまあしっかりね、まあ自分を褒めていきたい。さあ5レース目はスカイガーデンと、よいしょ、いやちょっとねそういえばみんなにね言いたいことがあったんだよ、まあちょっと昨日ね、モノモスケのね動画をね上げたんですけども、まあまだ見てない方はねぜひね、見てほしいんですけども、
まあちょっとそこでね、まあよいしょの話したらね、逆に気になる人が多発したみたいで、あ、これやっちゃったからって感じがするんですけども、まあまあそれはそれでね、まあなんて言うんだろうな、言わない方が良かったのかなっていう、言って思ったね。言ってからちょっと思っちゃった。まあでも、まあなんて言うんだろうな。まあもうよいしょ芸人になろうかな。俺はもうよいしょ言う人になってもいいかもしんないここまで来たらよいしょ。さあ後ろが赤コーラ持ってるからしっかりね、防御アイテムね携えてこのままで走っていきますか。どうしようかな。これまあでも一旦お金ちょっと足りないからしっかりお金も集めつつダブルもね潰していきましょうか。よいしょ。さあダブルしっかり潰して、いいね、アイテム交換できてる。さあしっかり10枚にして、後ろが何持ってるからな、ちょっと見えないな。バナナかな、わかんない。バナナだね。バナナだから、まあバナナスナイプも一応警戒かな。一応警戒しつつ走って、危な、危ねー、ちょっとおっと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 、やらしいやらしい、危ねー。しっかりごまかして、さあこれは右に行けるかな。よいしょ。さあ右飛んで、さあ赤コーラ飛んできてるけどしっかりバナナで防いでいくと。めっちゃ投げてくるな、怖いな。2位と3位でやり合ってくれたら超絶楽なんだけどな。さあ後ろ見て、バナナだね。裏に何仕込んでるか分かんないから、まあ一旦このまま走ろう。やばい、ちょっと落ち着いて、これやり返してるか。置いたろ、置いて、よいしょ、しっかりしばいて、オッケーオッケーオッケー、バナナ出てくれた、助かる。よいしょ。さあジャンプアクション出して、まあ後ろちょっと離れたから、まあトゲゾウ一発ぐらいだ。いやトゲゾウ来てもちょっとしんどいな。やばい、これ今一瞬だけね2位のミドさんが見えたから、おこれ美味しくね、これめちゃめちゃ美味しいでしょ。これ2位以降グライダーで落とされてるから、これめちゃめちゃ俺にとっては有利だよ。さあしっかり俺ダッシュボだからね、俺全然苦しくない、全然苦しくない。ダッシュボ乗って、オッケーオッケーオッケー、めちゃめちゃ差が開いた。さあキラーの民が上がってきちゃいますけど、あでもスター持ってるな、スター持ってるんだったら結局変わんないや。まあそれでもしっかりボムをそっと置いておいて、いやあシーチーきた、オッケー。いやーいいね、トゲゾウもコズしっかり防御も引けてね、かなり平和にね1位取れたわ。よっしゃさあ6レース目はリンリンメトロ、前走るコースが来てほしかったなっていうところではあるんだけども、まあ打開コース来ちゃったからね、まあ、しっかり後ろでね勝ち散らかしていこうかなと思います。さあまずは、あーまあもうしょっぱなからね止まってもいいから、まずはお金しっかり集めていきますから。さあしっかり止まる、しっかり1枚でも多く、1枚でも多く主戦度していく。あー失礼失礼、あー失礼失礼。さあちょっとここ前に落ちてるコインをしっかり集めてから下がる、集めてから下がって、よいしょ、赤コーラを後ろにそっと投げていく。うーんまあいい感じにコインも集まってるし、前もね結構離れてくれてはいるから、よいしょ、まあアイテム取ったらスター出てくれるんじゃないかな。オッケーオッケー、スター出てくれた。まあこれでね、よいしょ、スター交換しつつね前ちょっと詰めていこうかなと思います。さあよいしょ、スター入れて、まあ11人部屋だから、お、なんか失礼なやつ、おお、きてぃ、よし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 、これめちゃめちゃ強い。さあしっかり落ちてるキノコもしっかり集めて、さあ失礼失礼、さあ失礼していきます。さあ失礼して、オッケーオッケーオッケー、強すぎー。1位キノさんスター完成しちゃった、これ激強じゃん。まあ一旦ダブルを潰しておいて、もうこのままね走る、このまま走っていこう。いや強いよこれ、めちゃめちゃ強いじゃん。さあ後ろが何持ってるか分かんないけども、ダブルは絶対潰す。あーそういうことしてくる系ね、オッケーオッケーオッケー。さあスターしっかり入れて、まあこのままね前走っていきますか。よいしょ。さあジャンプアクション出して、いやー怖いな、赤コーラ投げられたら結構厄介ではあるんだけども、まあ走りきるしかないね。よいしょ。持ってたら嫌だけど、持ってるね、赤コラ2位の人が持ってるから、しっかりキノコ使ってね、まあ被弾しない。はぁーのトゲゾウタイミングだろもうお前もう危ねえなって思ったら使ったのに、まあいいわ。よしさ、バナナスケツつけて、お危ない危ない危ない。さあコインだけにはなっちゃったけども、1位が赤コーラ持ってるのが嫌だね。あれバクスナ怖い、あー取られてる、取られてるから、まあちょっと安心して、さああとは、あーキノコか、悩ましい。これキノコで抜けるのか、被弾はしてないね、これ被弾はしてないわ、被弾はしてなくて、よいしょ。あとはショトカだな、ショトカ行こう、ショトカ行きましょう。よいしょ、ショトカ行って、あぶれ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 、いやあシーチー来たよし俺が競り勝った、オッケーいやー嬉しい、やっぱ勝てると気持ちいいね。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。